はい、こんばんは、タムランチでございます。えー、ついにですね、歌動画が出せん。今日は。<laughs> 時間なかった。やったんですけどね、えー、アップまで至らず、えー、アップ用のなんかをやる気力もなく、今日は、くっちゃり動画のみ。しかもこんな遅くに。まあ、毎日アップは継続ということで。 自分の中の俺ルール、継続。はい。ええー、まあ明日アップしますけどね。ええー、まあ、いっか。あのー、これであの、月玉の新曲のリリーを、ちょっとバンド化しようと思いまして、やったんですけど、まあ今日はあの、雨がね、本当にひどくって、今あの、ね、こういう、 YouTube やら何やらのおかげといいますか。で、あの、まあ、お会いしたことはないですけどね。えー、つながりがとってもワールドワイドになっておりますんで、ね、あの、各地、こんな広範囲で雨降るとね、えー、それぞれの <coughs> 住んでらっしゃるところは大丈夫かしらということも気になるところですが、まあ、私がいるところも、今日は本当に朝からずっと雨降ってて、 えーまあ、すぐ近くにちっちゃな川あるんですけどね、えー、水位もちょっと上がってきたりもしましたけど、まあ、今のところは、えー、大きな被害も出てませんけど、まあ、仕事関係でね、ちょっとね、その雨の影響でっていうのがあったんで、<laughs> まあ、お盆の土曜日なんでね、今日こそ時間あるやろうと思ってたんですけど、えーまあ、しょうがないですね、今こ,こはね。まあ、そんなこともあって、やり始めが遅くなってですね。 えー、しかもちょっと、こう、アレンジに手間くいまして。ってか、熱中しすぎて気がついたら時間が経っていて、ああ、いけねえと思って、完全に今日はね、はい、あの、ちょっと乾燥部分のアレンジをいろいろ悩んではいないんですけど、面白くなっちゃって、えー、やってたらね、気がついたらもう11時待回ってたっていう。ええー、と思って、今から、 曲完成させて動画を編集してっったら絶対明日になっちゃうと思う。はい。ということです。明日またアップします。で、今日はですね、あのー、こないだ、えー、月玉のね、あのー、アルバム作りまして、えー、それをね、あの、まあ、月ちゃんに送ると、えー、いうことの話をしてたんですけど、 うんまあ、そればっかりじゃないんですけどね。ちょっとまあいろんな経緯がありまして、月ちゃんからもですね、あのー、ちょっとしたものをいただきまして、そっか、あのー、なんかこう、ね、送りますという連絡を受けてまして、何が来るんやろうかと楽しみにしておったんですけどもね、すごいのが来ましたよ。えー、も、おちかもしれませんがって書いてあって、俺が持ってるかもしれないものってなんだろうなと思って、まあ持ってなかったんですけど、それがですね、 じゃーんこんなものいたてちゃいました。えー、アリスの本。えー、さらば青春の時。だからアリス5の辺かなえー、ブレイクし始めた頃かしら。これはね、すごいっすよ。えー、この谷村さんとか、あーなんかこれに見覚えあるな。だから、えー、スナイパーとか、だからやっぱり6とかかな。うん、喝采のちょっと前ぐらいじゃない あの、ソロで言うとね。こんなものいただいちゃいました。ありがとうございます。いや、まだね、ちょっと中身詳しく読んでないですけど、そそられますよ、これ。なんかね、もう写真いっぱいあるし。なんかあるし。なんかあるし。今これ初めて見たけど、これなんかのスコアの表紙になってるな、これ。これ見覚えあるぞ。これね。あるある。えー これを、この谷村さんを見てかっこいいと言った、俺を嫁が不思議そうに見ていたけども、そんなことあるかいかっこいいじゃないか。俺はかっこいいと思うから。はい。なんかね、なんかいいっすよ。なんかいいっすよ。めっちゃいいっすよ、これ。うわめっちゃテンション上がるわ。いやー、いいっすね。いいです。 なんか字がものすごくちっちゃいんですけどね、頑張って読みたいと思います。まあ、妻でしょうけどね。なんかそれぞれ谷村さんのページ、堀内さんのページ、なんかいろいろありますよ。うわあこれはなんかこの辺のこの挿絵が超時代感じるし、うーん、これはね、なんかリサイクルショップとか回ってくれたみたいで。 たまらんですな、ね、しかも、アリスの本なので、最後にね、楽譜なんか載ってたりして、まあ、この辺はね、あのー、もう、やってる曲なんで、はい。今日はだから、このもらったこの中からなんか曲やろうかなとも思ったんですけどね、はい。まあ、またやってみたいと思います。なんだっけな、ベイアンのね、堀内さんのね、あ堀内さんのね、この忘れかけていたライブソングっていう、 堀内さんのソロの曲があるんですけど、これめっちゃいい曲なんですけどね、B メロのところのコードがね、ずっと分かんなかったんですよ。えぇ。E フラットメジャーセブンわかるかい <laughs> なるほど。そういうことなのね。はい。いやー、これは嬉しいわ、マジで。えっとね、初版が昭和52年4月1日。 この本が昭和54年5月15日、第15版15さ、パン。15、ん ?15 さ、まあまあ、15回目、五5解明。ね、あれね。いえー、すごい。初版は私が2歳。この本が出た時でも4歳でございます。すげー。あ、すげー。なんか表紙、取ったら、カバー取ったらこんなんでできた。 わあ、すげえ、すげえっすよー。状態いいなーこれ。ちとちゃんと、ちゃんと、ちゃんと。いやあ、ありがとうございます。本当にめちゃくちゃ嬉しい、これは、はい。またこれでアリスカバーの熱が入るかもしれない、スイッチが。と、なんか CD もいただきましてですね。 えー、ワンダフル、僕らのワンダフルデイズ。ちょっとね、これは私認識なかったんですけど、タミオさん、なんですかねシーラカン、ズ。シーラカンズ。カーリングストーンズじゃないんだよね。ほうほうほう。はい。まあ、いいや。あ、初回限定 DVD とか書いてあるし。ほう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 。はい。 まあちょっと楽しみたいと思います。えー、私が送った CD は、えー、と、さっき LINE したところではまだ届いてないようですけど、早くね、えー、手元に届くといいかなと思いますけど。はい。ということで、えーっと、今日は貼るもんがないね。<laughs> 今日は貼るもんがないぞ。うーん、まあ、しょうがないな、えー。ということで、今日はくっちゃべりのみになりましたけども。まあ えー、ね慌てる必要がなくなったのでちょっとじっくりね明日やって、えー、月玉の新曲「リリー,をー」のバントバージョン、えー、アップしたいと思いますんでこうご期待お楽しみにとハードルを上げておこうはいということで、えーま、最後になりましたけども、えーま、今日は本当にねちょっと雨が えら、ーえー、いことになってるんで、本当にあに各地域とも、おまあ、ちょっと被害がね、ないってことはな、ちょっと残念ながらなさそうな感じもするんで、まあ、最小限に収まることを、ほとに切に願っております。はい。まあ、皆さんも従、じ々えー、お気をつけ、用もないけど、お気をつけください。ということで、今日はくっちゃべりのみのタムランチでした。明日のアップをお楽しみに。それでは今日はこの辺で。 おやすみなさい。